こんにちは、速稼塾の久保です。今ね、3月6日の3時15分です。もう FX のドル円相場はもうすぐしたらね、あともう数時間したらまた来週に持ち越しってことになりまして、動きを止めるんですけども、最後のね、相場解説で私はね、109円にはならないっていうふうに明確には言わなかったんですけども、今まで106円の方に向かう、107円に行くよと、108円に乗るよっていうふうに言ってましたけども、今回109円に行くよってことは言わなかったと思うんですよ。逆にですね、108円台で横ばいに入るってことを何度か申し上げていたと思います。まあそれが今回ね、その通りになったということで、109円に行くかなーっていうところでね、やっぱりね、大きなひげを出して反転するわけなんですよ。だこの感覚が非常に大事です。というのがね、やっぱりね、ほどほどっていうのがあるんですよね。でその勘なんですよ。これはなんか根拠があったりとか、ゾーンがあったりとか、力点があるっていうのはないんですよ。ただ順調にいって垂直になった、これがもうね、行動の限界点なんだろうなと思ったんで、まあ109円っていうキーワードは出なかったんですよね。で一旦横ばいなり、落ちるなりして価格の調整があった後、そっからの動きっていうのは週が明けて月曜日火曜日の様子を見ないとわからないっていうことが、まあ正直なところかなと思います。今までもそういうことありましたよね。月曜日様子を見て、それでも分かんなければ火曜日も様子を見ると、で水曜日あたりからエントリーして木曜日にエグジットするという形ですよね。じゃあちょっと画面を切り替えていきましょうか。その辺をちょっとね、デイリーの方から切り替えて説明します。これです、デイリーの方ですよね。ここにほら大きなヒゲが出てるでしょ。で価格はヒゲの先端が108円の、まあ、700あたりじゃないかなと思いますよね。600あたりかな、で今現在値が108円の286まで線をぐーっとね、上髭を出して引き戻されたって形なんですよ。でそこまでは垂直にね、行ってましたよね。すごいですよね。垂直トレンドっていう名前つけましたけどね。この垂直が出るともうね、落下に入るわけなんですよ。でボールも真上に上げるとガーッと下がってきますよね。でもこういう風な右肩上がりっていうのは緩やかな放物線を描いてより遠くに飛ぶんですよ。そういう風なイメージです。だから垂直になりだしたらすごい速度で取れるんだけども、でも収束も早いわけなんですよね。こういう図って結構今までも見てきましたよね。ということでね、今回は108円の286というところでデイリーの方が終わっていますんで、ちょっと4時間の方を突き見てみましょうか。はい、すごいトレンドですよね。このトレンドから、このトレンドっていうのは何かっていうと、陽線しかないトレンドから陽線陰線を取り混ぜたトレンドのこのフェーズに入って、それが今度またね、ちょっと横ばいに入るところがありましたよね。黄色のところですけども、でそこからブレイクしたらもう陽線しかないような垂直トレンドが始まったってことになります。でもその垂直トレンドは見てください。やっぱり十文字のヒゲが出てるでしょ。これ十文字で上下にヒゲを出して、まあ、横ばいから下降に入ってるわけですよ。1時間でよく見えますよ、これ。おそらく1時間見てみるとどうかなっていうところですけども、とんがりコーンみたいなの作りましたよね、こういうのね。まあ、三角キャップみたいな感じです。そこまではこれ見てください。横ばいの黄色いフェーズを2つ作って、ブレイクした後に垂直トレンドがね、ぐーっと始まるわけですよ。昨日この話しましたね。このネックライン越えてさらに上がったよって。でキャップを作って、こっから移動平均線が急速にまとまりつつあるわけなんですよ。私の移動平均線ってのは5日8日13日です。だから余計にね、先端の変化っていうのが見えやすいんですよ。100日とか使ってませんからね。なだらかなやつはないんですよ。全部急速に、特徴を表してくれます。でこっからの私の仮説なんですけども、おそらくね、横ばいをやっぱやるでしょう。ここと同じように、その後で月曜日ないし火曜日あたりにブレイクするんじゃないかなと思います。ブレイクの方向はまだつかめないんですよ。セルに行くのかもしれないし、バイに行くのかもしれません。ここを見極めるのが来週の作業ですかね。はい、ということでございます。相場解説っていうのはやっぱり自分が解説してる自分がね、しっかりと認識して過去を振
振り返って、そして未来を予測する、すべて言葉によって明確にできると思うんですよ。同時に補助線もピチッピチッと引けてるはずなんですよ。ですので、ね、いろんな相場解説あると思いますけども、私の考え方が理解できる方は私と同じような学び方で力をつけていけると思うんですけども、なんか的を射ないっていうかね、一体何を言ってるのかよく分かんない、そんな相場解説もあるわけなんですよ。でそれは不安とそんなもんだろうって思うんではなくて、なんでなんですかっていうふうに疑問を持って、できればねその解説者に質問を繰り返してもらいたいと思います。で返信が来なければそういう人からは離れた方がいいと思いますよく分かってないと思うんで、ね、ということでございます。私の方にもね様々な質問が来ると思いますけどもその都度またお答えしていこうかと思います。それではありがとうございました。